失踪者とは、どこにいるのかわからなくなってしまった人、足取りのつかめない人のことである。失踪者は、自らの意思によって、どこにいるのかわからなくした場合も、自らの意思とは、無関係に、行方がわからなくなってしまった場合も含む。犯罪や事故に巻き込まれて、虚所を知らせることができない状態も、犯罪に関与して、虚所を知らせられない場合なども含まれる。ほぼ、 同義語である。行方不明という表現は、どこに行ったのかわからない意味である。事故、事件に巻き込まれていると特定されている場合は、自分の意思が入っていないというニュアンスが、比較的強い。行方不明という表現が多く使われる傾向がある。すでに命が失われていることが予想される場合でも、行方不明ならば違和感がない。また、未成年に、行方不明。 青年に失踪者という使い分けもある。家出人という表現には自己意思によるという判断、断定が含まれる。それを避けるために失踪者が用いられる。ただし、日本の警察などでは事件性が薄いと警察関係者が判断した場合に家出人という表現が用いられることが多い。 また一人暮らしなどが増え、家という観念が薄れつつあるのも、失踪者という言葉が使われる場合が多くなっている要因である。失踪者の創作願い受理件数はピークであった2002年の10万2880人から2010年の8万655人までは減少傾向であった。2010年以降は増加傾向であり、2019年は 前年より減少して86,933人となっている。そして2020年は新型コロナウイルス感染症流行との因果関係は不明であるが、1956年以降最小の77,022人であった。これは届け出のあった数字のみであり、実際の数はこれを上回っているものと思われる。 最近では失踪しても携帯電話などで連絡が取れる場合には届け出をしない場合もあるという。一方、2020年における失踪者の所在確認数は、捜索願いのあったもので79,640人であり、このうち1年以内の所在確認数は79,84人であった。過去に失踪届け出のあった人も含んだ数であり、 2020年に届け出のあった失踪者の発見数ではない。そして2020年は1966年以降、捜索願いが出された数より発見確認された数が初めて上回った。さらに行方不明者の動機は2019年で最も多いのが認知症が17,565人であった。ついで、 家庭関係が12,894人であり、次に事業関係が7,821人であった。これら3つの原因で半数近くを占める。特有区へ不明者数は56,767人であった。また、1990年から2020年までの創作願いを受理した失踪者の合計は274,949人で、 同期間の所在確認数は、創作願いのあったものだけでは247万5918人であった。そして、2016年から2020年の5年平均では、約1400人である。さらに、創作願いがなかったものも含めた場合、1989年から、創作願いがなかったものを含めた。 統計の記録の最後に当たる2008年までであるが、170万3490人である。この期間は、単純計算はできないが、届け出のあった人のうち、年平均で5000人ほどが未発見のままの状態が続いていた。失踪者を探すと自称する探偵などのビジネスも、失踪者の増加とともに拡大している。テレビにおいては失踪者を取り上げる番組が、 しばしば放送され、これにより後日発見されることもある。警察庁が発表した、行方不明者の状況によれば、失踪者の数は次のようになる。警察庁の統計によれば、認知症で、行方不明の届出がなされた件数は前述の通り、2020年で17,565人で、あり、 統計を取り始めた2012年以降増加しており、2012年の9607人と比べて約1.83倍に増えた。2020年中に行方不明になり、警察に届け出があった人のうち、所在確認できなかったのは214人だった。交通機関を利用して遠方に行ったまま戻れなくなるケースもあり、早期の発見が求められている。 2020年中に2019年以前の届け出分を合わせて16,887人が所在確認された。都道府県別では大阪が最多の1,990人であった。死亡が確認されたのは527人であり、主な死因は交通事故のほか、低体温症などによる衰弱死や河川に転落した溺死などであった。特に、 体力や判断力が低下した高齢者の場合、遠方まで徘徊し、発見が遅れた場合は命に関わる。届け出の取り下げなどが118人だった。所在確認までの期間は、届け出の受理から1週間以内が約99.3%で、受理当日が約74.2%を占めた。届け出があった行方不明の認知症の人の年代は80歳。 以上9619人、70代6866人、60代944人、などで70代以上が9割を占めた。警察庁は各地の警察に対し届け出人の意思に基づきホームページや SNS で行方不明者の情報公開をしたり、地域の自治体や高齢者施設、タクシー事業者などで作る。 徘徊高齢者 SOS ネットワークと情報を共有したりする対策を呼びかけている。取り組みには地域差がある。大阪府警は2014年から自治体や高齢者施設などが保護した身元不明者の顔写真や特徴などの情報を掲載した身元不明迷い人台帳を府警本部と警察署に設置。群馬県警は 顔写真や手のひらの常務役の形状といった本人確認用の情報を事前に登録する活動を進めている。ただ、こうした情報は個人情報に当たるため、警察庁の担当者は外部の団体と共有する情報とその仕組みについては自治体ごとに判断が分かれていると話す。 また、行方不明になる恐れがある人に自治体が衛生利用即位システム端末を対応し、警察の捜索に位置情報を活用する協定を結ぶ地域がある。さらに、神奈川県横須賀市では、全国発のラインによる認知症の行方不明者情報を発信するシステムを2020年9月から運用を開始する。それに続き、 2021年10月1日から、鹿児島市で、お帰り、サポートの投げ運用が開始されている。一方、年代別では20代が14,516人と、最も多く、次いで10代が12,860人だった。原因や動機では、20代は、仕事がうまくいかないなど、職業関係の割合が高く、10代は、親が厳しすぎるといった。 家庭関係が目立った。9歳以下の行方不明者が2010年の705人から2020年の1055人と前年より減少しているものの約1.50倍と急増している。行方不明理由で最も高かったのは親が厳しすぎるといった家庭関係が約38.9%を占めている。また、その他が 約27.6%と他の年代と比べて割合が高い。急増した理由は定かではないが、その理由の一つに親による子供の拉致と考えられる。警察庁によれば、誘拐認知件数は2020年で97件あり、そのうち歪説目的以外の誘拐が77件であった。さらに、歪説目的以外の場合、 略種誘拐の罪で検挙されたものの約5割が親族である。誘拐全体で見れば約37%が親による子供の拉致であり、それ以外の残りの約3分の1は歪説目的の誘拐である。そして国外では日本人の親による子供の拉致が問題となっており、この行為に対してハーグ条約違反であり、 子供の虐待であると指摘されている。さらには、国内では国に対して、法の未整備による賠償請求の集団訴訟が行われている。そして、この拉致の背景には、離婚後の親権を共同親権とせず、どちらかのみしか認めない単独親権制度にある。また、G7 の中で共同親権が認められていないのは日本だけである。 厚生労働省が調査した居所の把握できない児童数は2014年5月1日時点で全国で約2908人である。そのうち同年5月2日から9月1日までに5月時点で居所を把握できない全国の児童の約92.3%にあたる2684人の所在が確認できており、 9月1日時点で居住実態が把握できない児童数は全国で224人となった。なお、224人について自治体に個別に聞き取り、等を行った結果、同年10月20日時点でさらに83人の居住実態が確認できており、同日時点で居住実態が把握できない児童は141人となった。 これらの児童のことを、所在不明の子、所在不明児と呼ぶ。2018年6月1日時点で28人で、ある。そのうち、平成28年度調査から引き続き居住実態が、把握できない児童は、6人である。ありがとうございます。